マスダ・セバスチャンは、日本の男性、アートディレクター、アーティスト、原宿のショップ、6%ドキドキのプロデューサー、千葉県松戸市出身、かわいいにこだわり続け、1995年から現在まで原宿を中心に活動している。日本の原宿かわいいカルチャーの創始者かつ、第一人者とされている。2010年代以降は、 原宿かわいいカルチャーが世界的にも高く評価されている。6%ドキドキの常連だったキャリーパミュパミュのアーティストデビュー時からワンマンライブの演出、美術デザインを担当。同じく常連の森美なの大島美雪篠原智恵とも交流がある。俳優の安部さだをグループ魂のベース、小園隆一は高校時代からの友人。宇宙飛行士、 山崎直子は小学校、中学校の同級生。幼少時は、手塚治虫や藤子藤雄が大好きで、漫画家を目指していたことがある。高校卒業後、専門学校入学のために、大阪へ行くが、環境の違いが原因で引きこもりになる。アルバイトもクビになり、所持金もなかったため図書館に通う日々を送る。ある日、寺山修司の著書、小テてマチエ出ように出会い。 東京に戻る決心をする。それ以降、影響を受けた人物として、寺山修司を挙げている。東京に戻った1990年以降、演劇、現代美術などの芸術分野に多く関わる。1990年に劇団王職、舞劇団2の舞台にパフォーマー、スタッフとして参加。1991年に、雨や、放水の現代美術ユニット、 テクノクラートに、1993年には、前衛団体、セルフ23に参加した。同年、自身主催のパフォーマンスユニット、ママを結成し、かわいいと狂気が同居する舞台を公演。後に主催舞台、ビジュアルショーの原型となる。1995年、ショップ6%ドキドキを、裏原宿にオープン。舞台の世界からショップに転向した理由として、 身内感があり、開催期間が短い舞台や展覧会と違い、全くの他人が自分の作品に対して買うは買わないというダイレクトな評価をしてくれる継続的な場所だから、ショップという表現媒体に活動を移したとのこと。2009年、2010年にワールドツアー、原宿かわいいエクスペリエンスを開催。2010年は原宿、ロンドン、パリ、ロサンゼルス。 サンフランシスコで現地の女の子とワークショップをしながら行うファッションショーと原宿、可愛い文化のトークショーを行った。サンフランシスコで参加したビズピクチャーズ主催のイベント J-POP サミットでは4万人を集めた。2011年よりアートディレクターとして活動。キャリー・パミュ・パミュのポンポンポンのミュージックビデオの美術で世界的に注目を集める。その後、 原宿の、かわいいモンスターカフェ、サンリオピューロランドオープン25周年記念パレード、ミラクルギフトパレードなどを手掛ける。2014年のニューヨークで、初の個展、カラフルリベリオン、セブンスナイトメアマイナスを皮切りに、海外を拠点に、アーティストとしても、本格的活動を始める。京都造形芸術大学情報デザイン、学科客員教授就任。 平成29年度文化庁文化交流誌に任命され、オランダで生活をしながらの作品制作や、アフリカ大陸での講演、ワークショップなど、世界を舞台にした活動の幅を広げている。2019年にはアート教育を支援する NPO 法人ヘリウムを立ち上げた。ポンポンポン、つけまつける、キャンディーキャンディー、ファッションモンスター、フリーソデーション、掲載。 ありがとうございます。